久米正雄の文豪久米正夫が朝霞中学現朝霞高等学校に学び学生時代に好んで散歩した夢多き青春を送った思い出の地である「昭博の嵐の底」や「帰り花三渚久久米」は中学時代開さ山の3つの池にちなみ配合を三渚とつけた彼は芥川龍の会や菊池氏らと共に夏目化石の弟子として分断に出て活躍した 三浦製紙工場主や牛乳屋の兄弟などこの地方を舞台とした儀曲や小説を書いているが、中でも代表的なものに儀曲、あぶまた真珠三幕がある。